いやなんかでもみんな応援してくれてると思うと、うん、頑張れるね。いい人たちばっかりだいやそうか、しょうがないじゃんか。まあ最後本当サポーターの皆さんに挨拶して、まあ自分が頑張っていきますっていうのを伝えたかったですけど、その会ってその場合伝えたかったですけど、やっぱり契約上言えないってことで挨拶できなくて行ってしまうってことは本当に申し訳ないことだなと思いますけど、まあ自分が本当に向こうでできることを精一杯本当にやるだけなんで、はい、皆さん応援してくれたらありがたいです。昇格の昇格争いの中で、まあ、このチームを抜けてしまうっていうことは本当に申し訳ないことだと思いますし、まあ、自分自身もこのチームが地元のクラブで、まあ、ずっとこのチームを見てきて育ってきてるんで、このチームを上げたいっていう気持ちも同じぐらいありますけど、やっぱり自分の夢を叶えるためにやっぱりこのタイミングで行かなくてはいけないっていうのを決断したのは分かっていただけるとありがたいです。本当にいいチームメイトといいスタッフと、まあ今いない選手とかも自分に関わってくれた、アルビレックスでの関わってくれた選手スタッフ地域の皆様、本当に皆さんに感謝しています。まあ、皆さんが多分期待してくれてると思うんで、まあ自分は本当にさっきも言いましたけど、できることを一生懸命やってできるだけ高いところに行けるように頑張ってきます。今まで本当にありがとうございました。自分は海外挑戦してきますけど、本当にできることを精一杯やって自分を見せていきたいと思います。どこまでやれるか分からないですけど、本当に応援してくれたら嬉しいです。チームも昇格することを願っています。ありがとうございました。